ちなみにこっちは50キロだそうですよ。じゃあこれちょっと爪を起こさなきゃね。はい、フロントフォークだよね、先にね。フロントフォーク入れていきましょう。曲がったノーマルハンドル、これをつけてはみ出す。もうちょいだ。測ってみようか。一応でリアだけどディスク入れないとな。多分カラーが違う。シリンダーヘッド。シリンダー自身は M8.2 ピッチが締め付け28キロニュートン、シリンダーヘッド、ガスケット交換します。抜けるのか、こうなるんだよね。取れた。うん、こっちが出っ張ってる。つまりこう、この形、はい、ボルト、長が2本の短が2本、よいしょ。シリンダーヘッドは22キロ。実はこの上のボルトもう廃盤になって、ボルト自身が売ってない。サイド引っ張ってちょうどいいのを入れるしかない。35ニュートン、よいしょ。なんでね、ドルピンがないけど、とりあえず蓋しときましょう。一応どこ行ったんだろう。ここ裂け目、ちょうど長さぴったりのここで引っかかっちゃうから、切るわけにいかない。ほら、ブヨーンといってここでぴったりの持ってこないと。本当にメーターってこんな低い位置だったかな。ねえ、ハンドル位置こうでしょ。ここから見るとさ、いいのか、フルカーブだから。うん、いまいちよくわからんけど。